マクド。うわ、めっちゃ入手る。てかなんかさ、これボタンずれてない？これずれてるよ、ほら。どこでどう間違ったの？なんかこの間さ、人と話してる時にさ、ずっとその人の目線がさ、ここら辺みたいなずっと言っとってさ、何なんだろうと思ったら、なんかここだけのボタンが開いとってみたいな、なんかそういう目線ってさ、すごい気づくというかさ、気になるよね。なんか韓国住んでる時にオーストラリア人の友達がおって、その子身長が190センチあったよね。で話す時に絶対ここ見ながら話されるんよ。私ってどう、そんなハゲとると思って、でなんか友達に相談してない、誰々と話す時にめっちゃここ見られるんやけど、なんか私ってハゲとやろかみたいな相談してない。ほんならその友達も、え、待ってみたいな、私もずっとね、ここ見られるけど私もハゲとんかと思ったんよみたいな。多分ただ癖なんやね、あ、悪気ないんよ。けどなんかずっとここ見られるけどマジでなんかハゲとんだろうかと思ってさ。だけどなんか人と話すときはなんかなるべくそういう気になっても見んように心がけました。いただきます。金ちゃん、街でご飯食べんかい。こんにちは、ビソニーだ。今日は何をするかって言ったら、ボーン、私が心の底から愛するマクドナルドを食べたいと思います。マクド爆食とか久しぶりじゃないこれ。しかもなんか今平成キャンペーンみたいな。今って多分みんな令和なんやって、みんなというか多分全員あの令和なんですけど、私は平成11年生まれです。平成11年生まれを代表して平成バーガーみたいなやるんだけど、それを爆食していきたいと思います。平成種類3個あったんやけど、1個が売り切れだって。2個買いました。まずはこちら、今回は飲み物を2つ食べましたね。やば、ポテトがすごい、なんか中でもなんかこんなになって、多分この人めっちゃダッシュで走ってきたかもしれない。チーズ、レモンチーズパイみたいな。最近ね、私の中でね、チーズがちょっとマイブーム。こちらでございます。マクドナルド定番ポテトサラダでございます。で、これがダダン、ごまエビ。めっちゃごまの匂いする。ごまの匂いというよりごまだれの匂いがする。はい、こちらがサーモンゴツアンブローケランダブルでございます。フライングポテト君は。それではいただきます。熱っ。まずちょっと寝よったけん眠気覚ますためにアイスカフェラテ。なんか TikTok とかでさ、なんかこういうのって体に悪いですみたいな回ってくるやん。そういうの見たらさ、怖みたいな、私こんな体に悪いもん食べよったんや、食べるのやめようって思うわけ。けどなんかその日だけやない、結局なんかもういいやみたいな。あ、マクドだってさ、それさ、オーガニックエブリデイみたいな生活の人でさ、マクドナルドエブリデイみたいな人やったらさ、オーガニックエブリデイの方が勝つけどさ、マクドナルドエブリデイもそれはさ、なんか美味しいやん、オーガニックエブリデイに比べたらさ。私はマクドナルドエブリデイの方が好きやけどさ、まあ、エブリデイはいかんかなと思って、マクドナルドサムデイ、サムデイって時々なんか分からんけど、サムタイムズ。結局体に悪いとかカロリー高いとかいうやつって美味しいやん。はい、乾杯、いただきます。まずはポテトで口をゼロします。冷えてるな。うまい。うん、どっちから食べよう。おいしそう。うえ、プルプル、おいしい。プルプル、おいしい。この黒いのがタレ？ごまのタレなんかな。マジで？今回、チキンナゲットなんか辛いやつみたいなの出とったんよ。赤っ！え？開かない？これで辛かったらいかんと思って、普通のチキンナゲットも仕切りました。これでなんか口の中のバランス取っていこうみたいな。テーマはつゆをあげろ。ゆみ、てかさ、もう6月やん。6月ってそういえば梅雨やったよね。てかもう2024年始まってさ、え、てか2024年よね、今って。23年、え、今って2000何年24年よね。今いつ、え、待って今って2023年なん。私2024年だと思って生きよったんやけど、やば、一人だけ未来生きよった。え、なんか得した気分せん。もう一回2023年生きれるんや。待って、怖っ。私マジで今2024年、ネタとかじゃなくて本当に本気で2024年だと思ってた。2023年やったんや。ただいま。あ、後で来るやつや。でもそんな、そんなピリピリみたいな、うまっ。
エビとごまだれがめっちゃ合う。相性いい。やばい、寝起きやけめっちゃなんか一点集中みたいしてしまう。あれなんでなんやろね。なんかボーッとするときってなんかめっちゃ、なんかわかる？わかる？なんかボーッとしてるときってさ、こっち見たいけどこっちしか見ないみたいな、なんかみたいな感じならん？なんかうんうんみたいな。今日ねドッグラン行って、ティンパとずっと遊びよって、帰ったら二人とも爆睡しとって、なんか食べようと思ったけど、もちろん家に食べるもんないし、家になんか食べるもんあったらさ全部食べきってしまうんよね。そんなお腹空いてなくてもごなんかお菓子とかも全部食べきってしまう。でこれあの新しいなんかレモンサワークリームみたいなの美味しそうなのこれつけて、でタンスと壁の間にグミが落ちとって、なんかペタンコグミみたいなのあるやん。だけどあれ必死にさっきこうやって紙くっていっぱい噛んで、それでもお腹すいたけんマクド頼んだ。てかね、グミ卒業しようと思って。グミってさやっぱ顔の筋肉つくんだって。最近ほんとマイブームだったよね。暇さえあればなんか自主的にグミ練習するみたいな。ずっと噛み寄ってないけどちょっとやめようかなと思って。美味しいよね。てかこのソースめっちゃ美味しい。レモンソースみたいなやつってことはポテトつけたら絶対美味しいやん。失礼します。うん、美味しい美味しい。バーガーにもつけてみる。あ、おいしい。このソースおいしい。てかさ、最近ちょっとなんか友達と話し合ったみたいなことがあったんやけど、好きな食べ物って、てかこれ動画で話したことあるかな。好きな食べ物聞かれた時になんて答えるべきかみたいな、これ話したことあるっけ。好きな食べ物なんですかって多分みんな聞かれることあるやん。私はいつもみんなには心開いてるけん正直に、あ欲しいもんですとか言えるけど、なんか普通の人に欲しいもんですって言ったらなんか受け狙っとるように捉えられるというか、やけん友達となんて答えるのが正解なんだろうねっていう話をこの間20分30分ぐらい焼肉食べながらやったよね。でその友達の悩みは上司によく好きな食べ物を聞かれるんだって。その時に本当はお寿司って言いたいけど、お寿司って言ったらなんかちょっとお寿司高いお寿司連れて行けって思われそうで怖いけん言えみたいな。その子が言うお寿司ってもう本当にもう酢飯とネタだけ乗っとったらもうお寿司ない。本当にもうスシローとかのお寿司でも大好きみたいな。でもう一人おった友達はイチゴが好きやけん、イチゴってちっちゃい頃は酔ったけどだんだん中学生ぐらいからイチゴが好きですっていうの怖くなったみたいな。ぶりっこしおるように思われてしまうかもみたいな。けど結局話し合った結果中華がいいんじゃないみたいな。でも結局中華が一番美味しいよねみたいな。だってなんか歴史が違うやん。何千年前のものを出してこられたらそれは中華勝つよねみたいな。中華美味しいよね。わかる。何の話やんこれ。何を聞かされよみんなこれ。ガン。なんかさちょっとさなんか入れ物とかさなんかニュージーンズ感があるよね。卵って書いてるけんめっちゃ卵入ってる。すごいね、なんかおままごとでちっちゃい子が作ったみたいな。本当にハンバーガーのハンバーガーみたいな。いただきます。あ、美味しい。めっちゃ肉肉しい。ユニバの料理。海外の朝ごはんみたいな味する。美味しい。うまっ。でも卵とさっき食べたエビでどっちが美味しいって言われたらそれぞれコンセプトが違うんやけど、あっちの方がエビの方が美味しかった。うまっ。今日のすっきり白ぶどう当たりだわ。美味しい。うん、うん、今めっちゃ家汚いけどね。本当に上向けたらわかるかな。ほらめっちゃいろんなもの乗ってる。なんか実家の時自分の部屋がもう本当に床が埋まるぐらい服がブワーって着てなかったんね。でパパになんかおいみたいな、
おい、片付けとけよ。片付けとけよ。って言われとったけど、古虫しとったんね。別にみーちゃんの部屋じゃけんよくないみたいな。だってここみーちゃんの敷地内やんって思っとって、おい、片付けろよ。って言われとったけど、古虫しとったんね。んだら、なんか学校から帰ってきたら、玄関に、私部屋2階なんやけど、玄関に服がブワーって捨てられとって、パパがなんか多分私の部屋から、私の部屋から玄関に多分服全部投げとって、こうやってバーって。玄関が服だらけなんよ。なんかもっと違う怒り方ないと思って。びっくりしたよね。ただいまーと思って家帰ってきたら、玄関が服だらけ。だけど私絶対負けたらんし、と思って、この戦いと思って自分の部屋にその服をまた全部こう戻して、ほんならパパが、おい、おい片付けろ言うとるか、は別にみーちゃんの部屋着よくないみたいな。てかね、私さ本当に負けず嫌いなんよね。でもちっちゃい時の負けず嫌いがなんか最近なんかこじれてきて、変な負けず嫌いみたいな起きて、この間ドッグラン行ったら、ある女の人がシャネルのおカバンもこう下げてね、ドッグランに来られてたんですよ。シャネル、ドッグランインシャネルと思って、なんか、うん、なんか負けたくないと思ってはって思うかもしれんけど、なんか、え、負けたないと思って、今日ドッグラン行くときにロエベの T シャツを1枚持っとって、それが5万何もするわけよ。着るたびに大事に大事に着ようんやけど、今日ドッグランにロエベの T シャツを着ていったわけ。干したらまあそれは汚れるよね。キンパがこわーやるけんさ、もうキンパの手跡とかつくよね。で帰ってきてさ、最悪みたいななんしょんだろ自分みたいな。でもう一個なんか負けたくないエピソードっていうのがあって、でキンギとこうやって散歩しよったら、なんかおじさんとかがなんか空の方をこうやって見よったよ、こうやって、ええみたいな。んだら私の前にイケメンが歩きよって、そのイケメンもえって上向きよって、絶対上見たないしみたいな絶対上見てたまるかみたいな感じで、めっちゃ気になるんよ、めっちゃ気になるけど、もう気にせんしみたいな、私は自分の道行くけみたいな感じで、なんかすごい変に負けず嫌いが出て、でも家帰ってあれってなんなんやろなんなんやろみたいな感じで、次の日散歩行くときに上見たけど、それはなんもないよね。もう素直に上向きたかったら上向こうと思って、だけどその T シャツも洗わないかん。けど洗い方わからんしさ、そんな5万の T シャツなんかさ、どうやって洗うんと思ってそこ置いてんやけどさ、早洗った方がいいんかな。このサワークリームみたいなやつほんと美味しい。これだけ買いたい。聞いて、この間さキンパの散歩しよったら、いきなり男の人にめっちゃ綺麗なお尻してますねって言われて、えと思って、えって言ったら、いや僕滋賀県好きなんすよって言われてそっちみたいな。めっちゃ恥ずかしくなったよね。いや別に私自分のお尻なんか綺麗って思ったことないよ。なのにさ、いきなりさ男の人にさ、めっちゃ綺麗なお尻してますねって言われたらさ、まさか犬のこと言うなんか思えんやから、いやもう僕もう柴犬好きなんすよみたいな、そのもうプリッとしてる感じですよねみたいな、ありがとうございます可愛いですよねみたいな、めっちゃ自意識してしまって、まさか自分のお尻だと思いましたなんか言えんやん、そんなね。もう一個めっちゃ恥ずかしいやつある。この間ドッグラン行っとったらさ、ドッグランでいきなりみーちゃんって言われたよね。なんかもうなんか素でふんって返事してしまったよ。ほんなら女の人が犬に向かって呼び寄るみーちゃんだって、恥ずかしいみたいなうんって言って、自分にめっちゃ恥ずかしくなって、めっちゃ可愛くなってさ、無意識に反応してしまった。やっぱマクドが一番美味しいわ。好きな食べ物、これからマクドって言おうかな。ね。てかなんか今日寝起きで動画撮りよるけど、なんか、ちゃんと喋れてるか不安。ハンバーガーの皮。レモンティーズパイです。でもね、正直ね、チョコパイシリーズとかさ、パイパイシリーズみたいないっぱいあるやん。そこまで成功に出会ったことがない。結局はチョコパイが一番美味しい。あ、レモンや。うん、美味しい。このホットケーキ好きなんよね。ちっちゃい時ってさ、こういうのさ、好きやけどさ、何個も何個も頼めんかったやん。親がダメみたいなやったけんさ。大人になってこんだけ好きな量のマクドを食べれるのは嬉しい。うん。安定、安定。イケアっぽい味。甘くて美味しい。マジこんなん病なんやけど、ペロリなんやけど。なんか最近夜中にマジでめっちゃ買い物してしまう。寝代わりとかもやりよるやんか。夜中にネットつけたらいかんわ。あとなんか激安サイトみたいなとこでピアス10個ぐらい買ってしまって。まあでもそれ1個100円ぐらいやけん、別にそんなにあれなんやけど。
夜中に買い物始めたらいかんわ。なんか金銭感覚というか、なんか夜中のテンションすぎて。めっちゃマクドナルドの店内の匂いする。わかる？なんかこんな感じじゃない？あとさ、この紙袋の匂いめっちゃいいよね。いいよね。大好き。おはようございました。美味しかった。なんか変に昼寝したけん。今日もまた寝れなくて、結局なんかサイトとか見て買い物してしまいそうな。皆さんもお風呂入ってさっさと一緒に寝ましょう。以上、ミスでした。バイバーイ。